三重県鳥羽市出身の山田勝選手、鳥羽市役所を訪れ中村市長にパリオリンピックへの意気込みを語りました。周りからはさ、また金メダルでしょとかっていうのやっぱり言われて、プレッシャーとかになれなるんじゃないとかって言われるんですけど、もうチャレンジャー精神で挑んでいきたいなと思うんで、しっかり自分なりに全力で楽しんでいきたいと思ってます。山田選手はエペの個人戦と団体戦に出場する予定で、あさってパリに向けて出発します。